高橋久美子は日本の作家、作詞家、ロックバンドチャットモンチーの元ドラマー、愛媛県出身、三人姉妹の次女で妹は書道家として活動する高橋美香、高校生の頃から作詞を始める、ナルト教育大学に入学後経音楽部に所属し、デーブ・グロールやティコ・トーレスの影響を受けドラムを始める。また、 幼少時から教職に就くのが夢だったため、国語科の教員免許や図書館司書の免許を取得した。その後、同じ軽音楽部に入部してきた福岡明子と知り合い、チャットモンチーのドラマーとして何回か勧誘されるが、教職への夢を捨てられず、また将来が保障されないミュージシャンという職業への懸念から誘いを断っていた。しかし、福岡から招待されたチャットモンチーのライブに足を、 運んだ際、アコースティックで演奏していた、代々に感銘を受け、2003年からチャットモンチーのサポートメンバーとして活動、翌年4月4日に正規メンバーへ昇格した。2005年、メジャーデビューを機に上京。その後は、チャットモンチーのドラマーとして活動する傍ら、2009年に、画家の白井美枝と共に、人の夢を発足し。し 建築の展覧会を開催する。2011年の春頃から音楽に向かっていくパワーがなくなっている。気持ちを偽りながら曲作りはできないとして、脱退を考える。同年9月29日の徳島でのライブをもって、正式に脱退。以降は、東京カランコロン、桃色クローバーット、ラグーンなどへの楽曲提供、シネマスタッフの小さな食卓のショートフィルム脚本、 前日の人の夢としての活動、エッセイや絵本、詩集の出版、各種イベントへの出演などを作家、作詞家として、精力的な活動を続けている。2018年、チャットモンチー主催、コナソン、フェス2018のアンコールにサプライズ出演。チャットモンチー、ベースボールベア、シュノーケルの3組で、シャングリラを披露した。チャットモンチーディスコグラフィーも参照。 ありがとうございます。